さあ今週も始まりました中根画伯の世界です。毎週画伯がいろんなことにチャレンジして皆さんに元気をもらっていただけたらというこの番組でございます。今日も中根画伯にお越しいただきました。よろしくお願いします。よろしくお願いします。もう最初の設定のエプロンをつけるっていうのがどっかに行っちゃいましたね。エプロンしまいましたね。この間しまっちゃいましたね。しまわれたとしまってしまいました。エプロン、これエプロンじゃないですか。これエプロンですか。エプロンですか。これここにお汁が、お汁がピュッてつくの。これエプロンなんでね。お汁とか嫌いだわ。とりあえず食うのやめません。うん、はい、あれ今大丈夫ですか。先週もよう葉っぱ食ってたんでね。汚いんだよ。汚い葉っぱ食ってましたね。はい。さあ、今週の画伯、はい、どんなことにチャレンジして皆さんに勇気をね、もらっていただこうかということなんですけど、はい、今週はですね、大好評の、大好評すぎて再生数83を記録した。おー、そんな言ったんすか。あ普通に笑ってんじゃねえかよ。どうしたんだこんな何気ない一言で、はい、そんな、ね、はい、驚異の83再生を記録したの。多いですね。人気番組、はい、人気コーナーをもう一回ね。あ、本当ですか。踏襲していきたいと思います。はい、はい、85ぐらいいくんじゃないかな。5はいく。85。いや、笑ってますか。何すかそれ。どういう表情ですか。笑ったんですか今。いや、大丈夫です。85は行きたいですね。5は行きたいですね。前回この企画で83だったんだ。2ぐらいのね2ぐらいの血迷った方のクリックがいただきたいなっていう、ね、とこですね。お願いします。さあ、早く打ち切りたくて仕方ない現状もあるんです。そうですね。今週はこれをやっていきたいと思います。はい、ドスン、きたきたぞこれ。6本のカプリコでカプスケが弾けるかどうかというのをやってみたいと思います。はい、あの大人気コーナーですね。大人気コーナーですね。まあ、あのどうやらね、あの確率で言うと 20% ぐらい、ね、まあ、前回あの100本買ったら20本ぐらい入ってましたよという統計が出ている、うん、このカプリコですね、うん、カプリコを買ったらこうチョコで線でですね、はい、このチョコレート部分に似顔絵が書いてあるのが何本かに1本入っているよと、うん、大体 20% ぐらいの確率。それを今回はですね、ジャイアントカプリコ、なんとグレープジュース味という新しい味、食べたことないよね。僕も実は食べたことないんですよ。グレープジュース味というね、新しい味が出ましたんで、うん、こいつでも、まあ、まず出しましょうか、はい、1本ちょっと持ってください、はい、今回も1本2本シャンポンメントスコモレビの下カメラを持ったかなつ、スプーン。なるほど。まあ、前回と同じくね、この6本、はい、ぜひね、6本ってことでいいですか。6本、はい、で、はい、あれ今何本持ってます。6本。あ、じゃあ6本ですね。6本ですね。え6本ですよね。これ3と3で6本ですよね。え、3たす3って6だよね。え6です。3本持ってて。3本持ってます。うん、3本持ってます。はい、3たす3は6だよね。6です。何を言ってるんですか。何を言ってるんですか。ちょっとゲシュタルト崩壊です。崩壊ですか。はい、なんでさっきから7本目を探してるんだろうっていう感じにはなんなかったわけですね。あ、探したんですか。うん、すいません。ガサガサやってたんですけどね。それでちょっと笑ってくれたらいいなと思って。すいません、ちょっと、うん、足し算でいっぱいいっぱいで。
計算の計算の足し算、はい、そうそうそう、はい、3たす3は6です。24たす52 76、はい、76たす462 500340じゃ538、おーい、って言って間違いですって今テロップ出てますからね、きっと後で計算して俺もウェイってなったらいくつやろうって思ってます。さあ、この6本のジャイアントカプリコブグレープフルーツドゥ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 グレープフルーツジュース味ですね、はい、はい、を開けて、はい、まあ 20% のカプスケ1本でも出ればさすがの引きの神様中根さんの力発揮できるんじゃないかなと思います、はい、前回2本出ましたから ね、2本出たよね、2本出ましたね、そうだよね、2本出たってことは確率的には 3分の1ですから、うん、ね、33%に引き上げですよ。いや、もっとだ、もっとだ、2分の1か。あ、2分の1、3分の1か、やっぱ 33% か。20% を 33% に上げたってことですからね、画伯の引き。はい、じゃあまずはちょっと置いていただいて。はい、うん、これでも本当に出ればね、なんか盛り上がりますからね。盛り上がりますよ。はい、あの幸運のカプスケですから。うん。行、うん、きましょう。じゃあまずは、画伯1本目。いっちゃっていいですか？はい、お願いします。行きましょう。はい。こうやって開けるんですよね。そう、よくわかんないですけど。はい、さあ、さあ、カプスケちゃん。いきますよ。カスがやめとけ、普通に出せばいいじゃん、普通に。きた。ああ、ないないないか、なかなか出てこないですね。ない。僕も食べたいんでもう一本開けてみましょう、とりあえず、はいはい、まずはゲットならず。すげえ匂いする、グレープジュースの、うん、美味しい匂いがしますよ。2本目、じゃあどうぞ、手を、はい、手を、はい、手を、カスカスお前これカスちょっとカスが早くも俺の手のひらの熱で溶けてんじゃねえかよ。カス2笑いです。はい、行きましょう。3笑いで終わっちゃいますからね。やばいっす。カプスケ全開封の前に3笑いしないでくださいよ、はい、もう今日はでもいけそうな気がします。頼みますよ。はい、行きます。はい、はい、どうでしょう。カス、あー、ついてない、カプスケついてないですね、残念ながら。あ、はい、とりあえずでも食べてみましょう。これ俺初めて食べるグレープジュース味。匂いすごい、うん、うーん、うーん、なるほどなるほど。ああ、うまい。でもあれだね、うん、グレープ味のチョコってそんなにないですよね。あのルックのフルーツチョコレートとかもさ、 あくまでソースだもんね、中に入ったソースが。おいしいですね、うんうん、でもなんだろう、なんかなんかさ、変な気分だね。シュワってしてほしいね。ね、うん、あ、分かる分かる。シュワってしする、なんかガムみたいな感じのパチパチする。うんうん、綿のさ、何にも面白いこと言ってないよ。何パチ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 する、なんか、うん、あんじゃん、うん、綿何が面白かったの今。パチパチする綿何言ってんの。え、なもう3回笑っちゃったけど、はい、何がシュワシュワしてほしいよね。そう、パチパチするさ、うん、パチパチする綿、綿みたいなのあんじゃん、あれ、うん、あるよね。なんだっけ、あれ、あるよ、あれ、なんだっけ、なんだっけ。いや、ちょ思い出してみ。パチパチ何する綿だから、それのお前が今近しかろうタイトルをちょっと思い出してみ。なんだっけ、あのね、食べたのちっちゃい分いっぱい、パチパチパチなんだっけ、パチパチパッチ、パチ、なんか、だからその記憶を呼び起こして、その飴なの、飴なの、飴なの。じゃあ飴であってパチパチする綿であって、うん、そのそういう商品につきそうな名前ったらこれでしょ。パチパッパチパッパチパッちゃんハ
パチパチ。でそんな感じ、そんな感じよ。終了。ドンパッチでしょ。ああ、ドンパッチです。